ここでチューニングされている音は G じゃないですか。鳴っている音見てください。チューナー G なのに対し、ミディ入力しているノートは C ですよね。なんでちょっとややこしくなってくるということなんですよ。これを回帰しますよっていうのが、今回のテーマ、この動画のテーマです。こんにちは。ニューヨーク在住で DJ と楽曲プロデュースをなりわいとしています DJ カズ佐久間です。今日のテーマはですね、ドラムのチューニングをしてミディ入力していく際の設定の仕方、シンプラーの場合とサンプラーの場合、こういったテーマで動画を撮っていきたいと思います。はい。で、まあ、これはですね、個人的に先日僕の、昔からの友人の DJ がいるんですけれども、その子から、個人的に受けた質問だったんですけれども、まあ、同じようにね、こう悩んでいるというか疑問に思っている方ももしかしたら多いんじゃないかなと思ったので、この動画を撮ってみることにしました。でですね、この動画を撮る前に僕はちょっとね、個人的に気になったことがあったので、この YouTube のコミュニティでね、アンケートを取ってみたんですけれども、ドラムの打ち込みなどをする際に、シンプラーとサンプラーのどちらを使う頻度が高いですかっていう、アンケートを取ったところ、大方の方 77% の方が、シンプラーを使うよというふうに答えてくれましたと。で、まあ順番的にはこう使う頻度の高いシンプラーを先にやって、でサンプラーをその後にやっていこうと思いますので、ぜひね、参考にしていただけたらなと思います。はい。それではですね、まずはシンプラーの場合から先にやっていこうと思います。もうすでにね、ここにシンプラーをアサインしています。画面の左側、今マウス当てている部分、シンプラーを、インストゥルメントのシンプラー、こいつですね、これを今ドラッグして、でシンプラーの中に808のドラムキットのキックの、このキックドラムをアサインしている状態ですですね。はい。で、まあ、チューニングに関しての動画はね、僕結構前、2年ぐらい前に、ドラムの調律、チューナーの使い方っていうね、動画を上げていますので、チューナーの具体的な使い方に関しては、そちらの動画を、ご覧いただければなと思いますので、上のカードか下の説明欄の方に、そのリンクを貼っておきますということで、ここではね、パパパッと簡単にやっていこうと思います。でまずね、すでにチューニングしてありますね、これ。元に戻してみます。はい。で、オリジナルの状態、808キックの37番っていうこの音色なんですけれども、これを鳴らすと、G のこの辺ですね。赤い点がこの辺に、右側にありますよということで、音程が G ですね。G の音色。で、これを、デチューンっていうね、まあその G の中でも幅がありますと、周波数いくらからいくらの間がこう G の枠ですっていう感じで、でぴったり合わせるためにはここの点の中にね、合わせればいいってことなんで、シンプラーのコントロールタブの、このね、今マウス囲んでいる部分の、トランスポーズの下、デチューンっていうところを左に行くにはマイナスですね。こんな感じで、さっきは23だったので23。はい。そうするとぴったり G のど真ん中の G の、音程に調整できたということです。はい。でまあ以前の動画でも話していますが、こう物によってね、音色によってこのチューナーが使えない、チューナーが効かないっていう音色もあります。例えばね、こんな感じで鳴らしているんですが、こうチューナーが全く反応しないという音色もあります。これはなぜかというと、チューナーっていうのはもともと管楽器とか弦楽器とか、まあ、こう長い時間鳴り続ける楽器向けにあるものなので、短いね、ドラムっていうか打楽器系のものにはね、こう作動しない場合がほとんど
です。808なんかのこう長くね鳴り続ける音色なんかだとこうワークするものもありますよということで、ここではね分かりやすく作動するものを選んでやっています。はい。でこれは G に調律されましたっていうことなんですけれども、じゃあシンプラーで MIDI 入力をこのまましていくとします。はい。そうすると見てください、今打ち込んでいるこのピアノロールのノートが、例えばじゃあ C にしますとですよね。 C の音でこれを再生させると、ここでチューニングされている音は G じゃないですか、鳴っている音。見てください、チューナー G なのに対し MIDI 入力しているノートは C ですよね。なんでちょっとややこしくなってくるということなんですよ。これを回帰しますよっていうのが、今回のテーマ、この動画のテーマです。はい。でシンプラを使う場合はシンプルに、このサンプルタブからこちらのコントロールっていうタブね、こちらを選択して、さっきのデチューンした上の部分、トランスポーズ見えますか、今ね 0ST って書いてある部分、これを、G なんで5つか6つぐらいですよね、もう一個かマイナス7、はい、この部分をマイナス7、これはね、半音ずつ下がっていくっていうイメージなので、鍵盤に当てはめると分かりやすいです。はい。 G から鍵盤半音で7個下がったところが C ですよということですね。なので、これで、MIDI ノートをもう一度開いて、再生させるとピアノロールで C の音程に合わせている状態で鳴らします。はい。C ですよね、ここが。はい。で、これもチューナーでも C。いいですか？で、例えば、これを、2個上げましょうと、半音で2つ上げて D にしましょうと、ここはピアノロールで D の音程で鳴らしている、そうするとチューナーも D になっているということですね。はい。これがシンプラーで、設定する場合のやり方です。はい。で、次サンプラーの場合と行きたいところなんですけれども、おそらくね、こうチューナーが効かない音色の場合は、そのチューニングどうするんだよって思った方も多分いますよね。ということでチューナーが効かない音色の場合は、このスペクトラムっていうオーディオエフェクト、これはですね、右側左側のオーディオエフェクトのユーティリティっていうね、これ今ちなみにライブ11なんで、ちょっと10の人は仕様が違うかもしれませんが、ユーティリティの中にスペクトラム、もしね見つからないっていう人は、スペクトラムって打つと、まあ、絞り込みでパッと検索できますので、まあ、いずれにせよこう見つかったらこいつをトンとここにドラッグしてやるとアサインできますよということですね。でアサインできました。で鳴らします。ブン。で、このねちっちゃい三角形をパカッと開くと、まあ、今チューナーで、D になってますよね。で開くと山ができます。こう周波数のこう目で見えるようにするものが、このスペクトラムというオーディオエフェクトなので、このね山の部分で降りてくるところ、この辺ですよね、カーソル今出ている部分見えますか、ここです。でここ当てると左下この辺りに音程が出ますよね。でここに今山のところ降りてくるところにカーソルを当てると D の0って書いてますよね。なんでこれは D に、D の音色音程ですよということで、チューナーもこれ D ですよね。はい。これでぴったり合いましたということで、まあ、このスペクトラムの、
使い方に関しても、以前ね2年ぐらい前になっちゃうんですけれども、周波数を調べるスペクトラムの使い方っていう動画も、やってますので、上のカードもしくは下の説明欄の方にその動画のリンクを貼っておきますので、詳しい使い方は、そちらをご覧くださいっていうことですね。あ、ちなみに、これ、スペクトラムのこれですね。で、今この状態なんですけれども、 SD っていうこのボタン見えますか？今マウス囲んでいる部分ポンと押すと画面がちょっとねこうグリッドっていうか線が変わって、 C ここね CCC みたいな C の01234566っていう感じで切り替わるので、より音程を識別しやすいモードですね。 SD っていうところを押すといいんじゃないかなと思います。こんな感じでね、こう3パターンあるんですよ。ということで、このスペクトラムも、音程を調べる際にはすごいおすすめの、オーディオエフェクトですということです。はい。で、いよいよサンプラーの場合に行ってみたいと思います。はい。ではサンプラーの場合の、このセッティングの仕方は大きく2種類あります。で、1個はさっきの、シンプラーの場合と同じやり方ですね。で、切り替え方、シンプラーから、これ今ねシンプラーですよね、シンプラーからサンプラーへ切り替える場合は、このタイトルバーありますよね、この今水色に反転している部分にカーソルを置いて両指クリックもしくは右クリックすると、こんな感じのウィンドウが出ますと。で、一番下シンプラーでサンプラーありますよね、切り替え、こいつをポンと押すといちいち、サンプラーをアサインして音色をアサインし直すという手間なく、そのままパッとサンプラーに変えることができるので、今のねやり方おすすめです。いいですか、このタイトルバーにで右クリックまたは両指クリックで現れたウィンドウの一番下、シンプラーサンプラーの切り替えポンと押すだけですということです。はい。もしね、もしかしたらこんな感じでステレオみたいになっている時もあるので、その場合はその今ねマウスで囲んでいる部分 M っていう押すとモノラル、大概こう808とかキックとかスネアっていうのはねステレオで打たないので、このモノラルのボタンを押すといいかなと思います。はい。で、ウィンドウというかタブがね、サンプラーの場合は結構タブが多いです。サンプラーの場合はまずこのサンプルというタブが選ばれているのですけれども、その隣かな、ピッチ OSC っていうねタブを、こいつを押すと、先ほどシンプラーでセッティングしたそのままの仕様、トランスポーズでマイナス7に下げましたと、でマイナス23にデチューンしましたっていう感じで、そのままですね。はい。そのままのやり方、このトランスポーズで調整でデチューンで微調整っていう感じで、ただタブが、ピッチっていうタブのこのトランスポーズとデチューンでシンプラーと同じようにセッティングするっていうやり方が一つで、もう一つ目、別なやり方っていうのは、このトランスポーズ今ねマイナス7に設定しているところをオリジナルの0に戻します。すると G ですよね。あら A か、あ、失礼しました。さっきねここ D に変えてましたよね、ミディノートを。なので A に変わっていましたが、 C に戻しましょうと。いいですか、今 C の3にピアノロール上ミディノート上では置いてますということで、鳴らしてみると G ですよね。はい。この、キック37番の元々の、音程である G に今直りましたということです。このピッチのところでトランスポーズ0ですね。
いいですか。はい。で、この状態でサンプルタブに戻りましょう。はい、サンプルタブを押して、で、その左下注目してください。この部分です。今マウスを当てているルートっていう部分ありますよね。ここで今 C の3、デフォルトだと C の3に設定されているんですけれども、これをそのアサインしたあなたが、使おうとしている音源、音色のオリジナルの音程、ここでは G ですよね。なんでこのルートっていうのを G に設定しましょう。見えますか。で、今 G の3、見えますか、に設定しましたと。で、鳴らしてみます。そうするとチューナー見てください、 C ですよね。はい。で、MIDI の音を開くと C で鳴っています。じゃあ仮にこれをグンと上げて E に持ってきたとします。そうするとミディの音上、ピアノロール上では E の3で鳴らしているキックの音色は E。 ここでチューナーでもいいですよね。はい。このルート、はい、ルートでその元々のサンプルの音程をこのルートっていうところでね、設定してあげるとさっきの混乱が回避できますよということです。はい、これがサンプラーでのもう一つの設定の仕方になります。はい、ということで今回はドラムのチューニングをして MIDI 入力していく際の設定の仕方、シンプラーの場合とサンプラーの場合、それぞれの設定の仕方について、解説してみましたが、参考になったでしょうか。参考になったという方はですね、ぜひグッドボタン押してもらえたらすごく嬉しいです。ということで今回も動画のご視聴ありがとうございました。 DJ カズ佐久間でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。このチャンネルでは主に Ableton Live という DAW ソフトを使った DTM のやり方ですとか、セラート DJ というソフトウェアを使った DJ のやり方、そういったクラブミュージックを中心とした音楽系コンテンツですとか、アーティストさんを交えた対談、そういったコンテンツを中心に発信しております。DTM や DJ をこれからやりたいという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また DTM 初心者さん向けの動画教材 Ableton Live の始め方を販売しておりますほか、 DTM と DJ それぞれの、オンラインでのマンツーマンのサポートレッスンも行っておりますので、興味のある方はですね、下の説明欄のリンクから詳細ページへ飛ぶことができますので、ぜひぜひご覧ください。無料の体験レッスンも随時受け付けておりますので、質問などございます方は詳細ページ内のお問い合わせフォーム、もしくは LINE 公式アカウント、いずれかでですね、お気軽にご連絡いただければと思います。それでは皆様のご連絡お待ちしております。